ジャスティン役の滝本藤子です。フィーナ役の日高のり子です。すごい、かわいい、かわいいね。セガサターンで出た後にプレイステーションで、うん、出てるんですよ、うんうん、でその時かな、イラストがまた変わってて、これちょっとアニメーションっぽくなってるんですけど、うん、はいはい、一番最初サタンで出た時はこの絵よりももうちょっと大人チックな絵だったんですけど、いや可愛いですね。ねえ、なんかフィーナも、うん、ものすごくこうなんて言うんでしょう、元気な女の子っていう印象がすごくこう絵からも伝わってくる感じで、はい、まあ、私の中でも、うん、この頭につけている飾りですよね、とんがった飾り、うん、これがすごく印象的で、うん、日高さんこの役やりましたよねって言われると、あ、グランディアのフィーナちゃんだなって思い出すぐらいすごく印象に残ってるキャラクター。でも藤子ちゃん、はい、久しぶり。本当にお久しぶりです。なんか節目節目で会ってるような気がします私。ねえ、はい。でも何、グランディアからもう、うん、ん、何年経っちゃったの？何年経っちゃったの？23年。23年。子供生まれて成人してます。やばい。いや、そんな前なんです ね。なんかつい昨日のことのようなぐらい、私グランディアのこのジャスティンって思い入れがある役だったりするんですけど、うん、でも当時って藤子ちゃんは、うん、魔法陣ぐるぐるがすごく大ヒットして大人気 で、とにかくそのぐるぐるの主人公の男の子の声がすごく人気だったよね、うんうん、はい、もうそのおかげでもう本当にぐるぐるのニケ様様って感じで、うん、本当にね、関係者の方たちもみんなファンで、うんうん、で、なんかお仕事が増えまして、何家みたいにお願いしますみたいな感じで。で、そんな中で、うん、このグランディアって、オーディションがなくて、はい。はい。うん、いきなり、主役ですかみたいな。本当ですかって信じられなくて。そうなんだ。はい。うん、当時、やっぱり新人だったので、オーディションで役をいただくっていう感じだったので、うん、オーディションなしでこの主役なんてもらえるのっていう。そういう意味では、ちょっとなんかドキドキバクバクなアフレコだったっていう感じ。うん、はい、ね、うん、私は、うん、まあもうその頃、ずいぶん大人になって、ふじこちゃんから見ると、先輩っていう感じだったんじゃない、はい、うん、そうだよね。てかもう周り先輩だらけでした。先輩だらけだった、うん。すごいいい現場だったんですよ。あ、そっかそっか、はい。だからこのフィーナちゃんの役をいただいた時に、うん、スタッフの間では、はい、もう元気な女の子といえば、うん、日高さんですからっていう、うん、そういう印象で、うん、で私はその、ふじこちゃんは新人でバクバクしてたけど、うん、私は元気な女の子大丈夫かなって思ったんですよ。でも全然大丈夫でした。フィーナめっちゃ可愛いですから。でもね、うん、言われた瞬間はね、本当にそう思ったの。うん、あ、そうなんだって。やっぱりその、うん、過去に私がやった元気のいい女の子の作品の声が頭の中に残っていって、うん、やっぱりそれで思いをね、描きながらキャスティングしてくださって、うん、さあそれが私の喉から出るでしょうかっていう、うん、なんかそういうね、じゃあ私たちお互いにドキドキしてたんだ。あ、ですね。種類違うけど。はい。ね、うん、ちょっとドキドキしてたんだね。ドキドキだけど。今のゲームって、うん、ほとんど一人で撮るじゃないですか。うん、確かに、うん。でもこの頃って、みんな一緒に撮るんですよ、シーンを。うんうん、なので、先輩方一緒にいて、うん、その中で私も一緒にアフレコできるっていう幸せ。そうだった、はい、もうそれでまあジャスティンってすごい私にとっては難しいキャラで、そうなの、はい、私土臭い子って言うんですけど、うん、土臭い、こんな土臭い子私できるかなって思うぐらいジャスティンは私の中ですごく元気な子で、で王道の RPG の王道の主人公なので、うん、力強さっていうのがすごく必要で、うん、ニケって王道からちょっと外れて、うん、ちょっとおちゃらけ具合が頻度高いんで。そうなんだね。はい、なので、彼もおちゃらけたとこありますけど、本当にもう、正義感まっしぐらの子なので。じゃあ、こんな熱血というか、はい、もう元気の塊みたいな男の子っていうのは、うんうん、はい、初めてぐらい。初めてだったんで、すごい大変でしたね。それで撮る時も、うん、すごく向こうの方たちも、うん、支持する方たちが、うん、ジャスティンっていうキャラを、しっかり、なんか描いてる。っていう演技の指導が入ってて、なので語尾、私語尾結構消えやすいんです。はいはい。
でも語尾は絶対消えないで、一時一時はっきり前に押し出す感じで喋るようにっていうので、うんうんうん、なのでもう後半ずっと叫びっぱなしなんですよ、うんうん、で一人だけ多分みんなとトーン違って、うん、やっぱやかましいぐらいなんですけど、うん、でもジャスティンはそういう子っていうのでそれは、はい、撮ってましたね。じゃあちょっと大変だったでしょ、はい、やっぱりゲームだとちょっと、ね、そうそうそう、これ一日で撮ったじゃないですか、うんうん、次の日声が消えました。あ、そんなに大変だったんだ。ずっと叫んでたんで、誠心誠意もう本当に一生懸命演じたので悔いはなかったですか。もうすごい。で、何その悔いなく演じたグランディア、はい、はい。プレイしてみてどうだった？あ、めっちゃ面白かったです。めちゃめちゃ面白かった。あと三半規管弱いんで、最初酔ったんですけど、365度全部ぐるーんって回して遊べるんですよね。うんうんうん、で、最初は面白い面白いってぐるぐる走り回ってたら酔っちゃって。下手なんですけど、ゲーム大好きなんで、なんか余計な、なんか、全然関係ないとこ行ってずっと遊んでたりとかしたりして、あとはなんか普通レベル上げをしてから先進むんですけど、はいはい、でせっかちなんで、うん、え、次どうなのどうなのって言って弱いのに行ってコテンパにやられて死ぬっていうね。もっと強くしとけよみたいな。あ、そうなんだ、はい、そんなのがあったんですけど、うん、HD リマスター、これ映像がもっと綺麗に見られて、画像がワイドにちゃんと修正されて遊べるって最高じゃないですかね。嬉しいです。嬉しいです。やっぱりなんか、すごく名作であっても、どうしても、まあアニメでもそうなんだけど、今のテレビにかけた時に両サイドがこう黒みが入ると、中身いいのに、あ、これって古いのねっていう印象がこう出てしまうでしょ。あとちょっとなんかその映像の方がやっぱり、あ、長年こう放送してるからかなっていうとこ見えちゃうと、それが綺麗に仕上がって、そしてワイド画面でもこう対応できるようになるっていうことは、すごくなんだろう、変な先入観なしに初めてプレイする方たちが、うん、今のゲームと同じようにやってもらえるっていうところが、うん、なんかすごくね、うん、嬉しいですよね。はい、嬉しいです。で、昔プレイされた方たちは、うん、綺麗になって蘇るってこんなに嬉しいことないでしょ。本当にそうですよ、もう待ってましたですね。ねえ、はい、海外の方で去年ですよね、はい、海外の方でそのこの HD リマスター版が出たっていうので、うん、あ、日本語用の出ないかなってすごい期待してたんで、うんうん、やっぱファンの人今もすごいじゃないですか。ずっとずっと毎年毎年私グランディアの大ファンですって、うん、ジャスティンのファンですっていうお声掛けいただくんですけど、うん、それぐらいね。で、ついこの間もそういう人に会ったんですけど、もう何回も何回も遊んでるって言ってました。そう、私もね、うん、今までいろんな役をやってきている中で、うん、私の役、まあ、女の子で、はい、これが好きあれが好きって言ってくださる方たくさんいらっしゃるんだけど、うん、その中でまあ、フィーナはね、その、うん、ゲームだから言ってみれば、うん、なんだろうな、まあ、OVA のような、ね、感じじゃないですか。テレビシリーズで何年間か放送してたとかっていうことではないので。はい、だけども、このフィーナちゃんが大好きで、うん、で、それを私に伝えるときに必ずキャラクターを見せて、日高さん、覚えてますか？この役が大好きですってね、言ってくださるので、ね、ああ、そうなんだなって、すごく愛されてるんだなって、うん、私もそういうふうに思ってたところだったので、はい、今回の、はい、HD 版っていうのは本当に嬉しく思ってます。うん。はい。めっちゃ嬉しいですよ。もう発売されたら私即買います。即遊びます、また。これってみんなこれ見えてないけど、今ここに書かれているセリフはですね、私たちが声を当ててない部分のシーンのセリフが載ってます。そっか。うん。フルボイスじゃなかったんで、結構本当にね、すごいいいシーンがいっぱいあって、でも私たちの声が入ってないんですよ。で、私、主役の特権で自分で声入れながらってやってました。嘘でしょ？ジャスティンだけ声つきみたいな。嘘でしょ？で、もう泣いてました。もうすごい泣けるんです。あ、そうなんもうそのシーンごとシーンごとで、もう毎回泣いた時ズビズビになってましたね。面白いね。うん、主人公が自分の声をなんかやったものを見ながら、自分でアフレコしながら泣いてるっていう。ズビズビ泣いてる。すごい映像見覗いてみたいぐらい。はい、うん、ああ、行こう、フィーナ。で、出発はいつにする？もちろん、これからすぐよ。今のこの気持ち、この瞬間は待ってくれないもの。かわいい。いや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 。
なんかよかった、声入ってないところで。うん。なんか声入ってるところだとなんか、自分の中で絶対比べるでしょ。比べられないように。さっきもね、もうお話ししましたけど、本当に楽しくて、王道の RPG ですごく心打たれます。冒険者とは何かっていうことを伝える。ジャスティンは本当に、冒険したくって出てくるんですけど、フィーナは冒険協会みたいな、そういう協会で入って、プロの冒険者っていうところで、二人のそういう位置関係だったりとか、いろいろ遊んでいくうちに変わっていくのを楽しんでもらいたいなと思います。そしてラスト。ラストまで行かないと見れないすごいシーンがあります。頑張って攻略してください。はい。過去にグランディア大好きで何度もプレイされたっていう方も、それから初めて知ってプレイされる方もですね、ぜひ両方の方に楽しんでいただきたいなと思います。ジャスティンとフィーナと一緒に楽しい冒険をしてください。じゃあ、一つセリフを。ガードイン直伝必殺竜神拳かっこいいガブインから直伝された竜神拳大好きなんです。ちょっと言いたくって言っちゃいました。はい、ぜひ使ってください。使ってください。